2年余り続くコロナ禍で平和公園を訪れる観光客や修学旅行生の減少が続いていますそんな中、広島市内の旅行会社がインターネットを介して公園の施設を巡ることができるデジタルマップを開発しましまた原爆ドーム、チェコ人のヤン・レッツェルにより設計され1915年に開館。 原爆ドームやレストハウスなど平和公園の施設を地図から選ぶと仮想空間の中で見て回ることができますこのデジタルマップを開発したのは広島市の旅行会社旅町ゲート広島です県外の人たちや修学旅行生の事前学習に活用してもらい県内の観光業の活性化につなげようと企画しました特に力を入れたのは 原爆資料館などの内部の再現です特殊なデジタル技術を使い実際に資料館にいるかのように展示品などを見て回れますそしてレストハウスで被爆ピアノの横の画面を選択すると過去の被爆ピアノの演奏を映像で再生します さらにに地図上に戦前の街並みを再現すすることもできます平和公園の周辺が全体がです、ね、今よりさらに世界中に認知されていくこと、これが非常に重要だと、収益よりも先にです、ね、こういった観光が軌道に乗ることを考えております。 デジタルマップは英語にも対応しており、県観光連盟のホームページなどから閲覧できます。今後、原爆資料館のホームページからも見られるようにするとしています。